品をご紹介いたします。今回はこちらの柄を生かしたシンプルなスカートとコートを作ってみました。こちらまずこの柄が魅力的なんですが、ちょっとくすんだ色調とこう柔らかさが特徴のお花の柄が入っております。もうこれ柄自体がとても魅力的なので、こういったシンプルな巻きスカートなんですけれども、本当にこう素敵に仕上がってきていただけると思います。こういったね、すっきりしたラインのスカートでも本当に素敵に着ていただけると思います。そしてもう一つ作ったこちらのコートも色が違うんですが、ちょっとグレー系、こちらもやはり全体的にこうちょっとくすみカラーの柔らかい色調の柄になっております。こういったね、コート、シンプルなコートを作っていただくと、こう季節の変わり目ですとか、こう素敵に着ていただけると思います。ちょっとこういったちっちゃな襟などがついたところも特徴になりまして、もう本当に主役に着ていただくのにかっこいいと思います。この朝のこう素敵な感じとこの柄を生かしたお洋服、本当に仕立て映えすると思いますので、ぜひいろいろな作品を作っていただけたらと思います。